対に助けてやるよ。すぐに解放してやる。俺が出たんじゃ弱い者いじめになるからな。俺の部下くらいがちょうどいい。死ぬのはお前だよクレイマン。なんだと？リムル様、よろしいのですか？貴様、望み通り皆殺しにしてやる。そういや、そんなこと言ってたな。ミリム、やっべー。ゴク、魔王ギーによる結界です。結界内部、外部からの一切の干渉が不可と推定。ミリム、そいつを殺せ。思考加速で時間を引き延ばしてラファエルさんの性能をフル活用して。シオン、ランガ、我も戦いたく存じます。ちょっとギー、私はリムルにつくからうちのベレッタも参戦させたいんですけど。ダメだ、ミリムだって参戦してんじゃん。あいつはいいんだよ。それじゃあ私は何も考えてないみたいじゃん。違うのかよ。それにもう一人の方はお前を守ることに全力を注いでいるようだが。では主を天秤にかけております。マスターおよびクリエイターとしてのリムル様、そしてラミリス様、そして我もまたラミリス様に仕えることを良しとしています。ですから矛盾は発生しておりません。ラミリス、こいつの言葉に間違いはないか？もちろんだよ。ふん、お前手に入れたんじゃないよ、仲間になったんだよ。まあいいけどよ。ベレッタ、しっかりね。そうか、そうかよ。この私の最高傑作であるビオーラはどうです？確かに強い。おリムル様、我の力もお役立てくださいませ。待ってたよベレッタ。よし、もう負けはない。あとは来て殴ってみたら元に戻ったりして。ああ、ベルゼビュート。